たとえ死んでも死んでも守る。バカ、死んでもなんて言うな。いつまでも私と一緒にいるとお前は言ったじゃないか。私を一人にしないでくれ。みやび、イム。そうか、禍根の力がこんな時に出てしまったのか。僕はみやびに助けられたんだね。いや、助けてもらったのは私だ。私はまたお前に助けられた。どういうこと？私はお前のおかげで忍びにとって本当に必要なものを手に入れることができた。本当に必要なもの？仲間だ。力や技だけではない。忍びとして強くなるためには仲間が必要なんだ。みやび、イム、お前はそれを私に気づかせてくれた。ありがとう、イム。みやびこっちこそありがとう。僕生きていて本当によかった。みやび、目が覚めたんだね。僕はまだ体が痛くて動かないんだ。イム、紫は？みやびさん、私なら大丈夫です。紫、無事だったのか？撃たれた後、ちゃんと手当てをしてもらったので。手当て？だから涼美ちゃんと涼奈ちゃんのこと許してあげてください。ずいぶん派手にイムにやられたな。お前たち、言いたいことがあるなら早く言え。ごめんなさい。ごめんなさい。いや、謝っても許さん。そうだよね、
許してもらえるわけないよね。リョーナ、勘違いするな。私が許さないと言っているのは不意打ちのことだ。姉の敵討ちなら正面から来い。私は逃げも隠れもしない。いつでも相手になってやる。お姉ちゃんのことが誤解だってことは分かっているんです。鈴音先生に話を聞きましたから。なんだ、鈴音先生もおしゃべりだな。おしゃべりで悪かったな。ちゃんと目を通しておけ。今日、学校から証人が降りた。お前たち5人を蛇女の選抜チームとする。そしてみやび、お前が選抜チームの筆頭だ。ありがとうございます。今後も蛇女の名誉を汚すことなく邁進します。5人って私たちも入っているの？当たり前だろ、私たちはチームなんだから。でも人は変わる。良くも悪くも同じではいられない。だからお前たちも変わればいい。本当に？本当に一緒にいていいの？みやびがチームだって言ってるんだ。それお姉ちゃんは変わらないね。みやびさんのこと好き好きで。バカを言うな。好き好きなのはみやびだけじゃない。妹のお前のことも好き好きだ。きっとこれからも初めてのことが多いはずだ。何しろ私たちはたった今始まったんだからな。さあ私たちで作ろう、蛇女の新しい誇りを。
まずまずといったところか。修行の成果だ。学校を選択するんだ。私塾決戦女学館。That was an accident. Why was that selected already? We're gonna do the story, character story stuff now. どれがええかな。これじゃ。学校を選んでくれ。起立。蛇女子学園。なあ、私にまつわる物語だ。誰かいじめてくれるかにゃ。いってらっしゃい。誰か一緒に踊ってくれる人がいないかな。はあ、そんなご主人様と踊りたい。快感の絶頂に上り詰めたい。これはもう主人様を探しに行くしかないね。絶対。妖具、悪の誇りを舞い掲げるわ。いざ、火炎の魂に舞い散れ。妖具ちゃん。リョーナ、なんだか嫌な予感がする。あ、逃げちゃダメ。妖具ちゃん、ねえ、話聞いてよ。どうせ面倒なことでも言うんでしょ。誰もそんなこと言わないよ。
ちょっと一緒に踊ってくれればいいの。踊る？そんなことできないわ。私の視界に入らないようにどこかに消えて。ああ、その罵り方ゾクゾクしちゃう。踊りながら罵って。踊ろう。任務開始。ねえ、みやびちゃん、ちょっと手伝ってほしいことがある。どうした？修行なら付き合うぞ。違うこと。みやびちゃんなら痛くしてくれそうだから、それもいいわね。悪の誇りを舞い掲げよう。いざ火炎の魂に舞い散れ。本気で来い、両団。その高速的な手、強い口調、止まらない。もっと痛くして。おい、待って。なんだ。ジェイ、技あり。戦う気はある。忍び、気はあるのか？もちろんです。トシジさんは逃がさない。もちろんです。トシジさん逃がさないんだ。やめろ。もちろんです。トシジさんは
戦う気も踊る気もありすぎるわ。真面目にやるつもりがないなら私の手に負えない。この場から去れ。はあ、もっとよ、もっとたくさん痛くして。誇りを買いたかでた。任務開始。早くご主人様を見つけないと。我慢できなくなっちゃう。それマミマミっと。いやー、ご主人様。あわかってないな。それじゃ楽しくないんだよ。わがままなご主人様。わかったか。体に触るの楽しくしてあげろ。体もっとやりやがったな。なんだニンポ。
お仕事おしまーい。よだ、悪の誇りを舞い掲げちゃう。任務開始。くっくっ、匂う匂う。なんだかさっきから視線を感じるな。はあ、この感じ間違いないわ。絶対そうだ、そうに違いない。なんだか寒気がする。順次よ、いざ火炎の魂に舞い散れ。もう我慢できない、痛くして。なんだ、新手の資格か。強くって面倒見がよくて。小村ちゃん、あなたにはご主人様の資格があるの。なんだ、よるな、この変態。はあ、やっぱりいいわ、いい感じだわ。気持ち悪い、こっちに来るな。受け止めろ。いいね、いいね。悪の誇りを舞い掲げちゃう。任務開始。ご主人様が見つかったらすぐに踊れるようにしてないとダメよね。エアご主人様と練習しておきましょう。ふぅ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 。はぁ、
秘伝忍法。この夢に沈みましょう。最終戦勝負。その趣味の悪い踊りは何ですか。ひどい。今エアゴ主人様とっても盛り上がっていたのに邪魔しないで。邪魔をしたつもりはありません。その趣味の悪い踊りをやめていただきたいだけです。羨ましいのはわかるけど楽しい時間を邪魔しないでほしいの。なんかゾクゾクしてきた。秘伝忍法ひらっ。何を言い出すの？ちょっとやめてください。
おかえり。おかえりよくもおかえり。おかえり。リョーナちゃんの物語だよ。蛇女の誇りを取り戻すまでは。いってらっしゃい。お前たち、少し静かにしてもらえないか。キャー、みやび様に叱られた。もっと、もっと叱って。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。アスカ、ちょっと尋ねたいのだが。あ、みやびちゃん、どうしたの？珍しいね。私のこと、どう思う？私の邪魔をするな！私に？そいつはどんなやつだ？話したことはないんだけど、ファンクラブができるくらい人気がある男の子だよ。おい、私は。あ、でもその男の子よりもみやびちゃんの方が強いし、断然かっこいいから大丈夫。何が大丈夫だ。行きます。そんな技あり。大丈夫だ。そんなナンパの男と一緒にするな！ここだよ。邪魔だ！秘伝忍法！タブ！逆連戦突破！決着！みんな…しまった…ついカッとなってしまった。肩慣らしにはなったな。
まずまずといったところか。よし、みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。はっ、うっかりお面を落としてしまったんです。すみません、お面越し、すみません。ムラコ、ちょっと相談があるんだが、いいか。答えられることなんて何もありません。すみません。鎮魂の夢にし、いざ火炎の魂に舞い散れ。少しでいい、私のことどう思ったのか聞かせてくれ。かっこよくて素敵で、すみません、この主人公みたいです。ん、これは少年漫画か。そうです、そうです。差し上げますから、お面探しに行っていいですか。なんだこれは、主人公が負けている。あ、なんてことだ、捕まってこんなことまで。変身しないと弱いんです、変身したら強いんです。もういいですか、お面探しに行っていいですか。私は変身しなくても強いし、そもそも少年ではない。かかってこい。ガンマ記念日報見せてよ。まだだ、秘伝忍法決着。そんなに私は女らしくないのだろうか。任務完了だ。まずまずといったところか。修行の成果、新たな技を編み出したぞ。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。イタルが舞い忍びます。いざ火炎の魂に舞い散れ。みやびさん、なんですよその大きく胸の開いた服装は。大きく開いたって、これがダメならカツラギはもっとダメだろう。そうなんですけど、
あの方はいくら注意しても聞きませんから、もう諦めたんです。変わったやつが多いからな。ま、私の身だしなみを直すのも諦めた方がいい。胸元を閉じて、もう少し露出を控えた服装をして、こう胸を張っていいですわ。まるで殿方のようです。うん、ちょっと動きにくいな。イカルバはこういう服装が好きなのか。え、好きだなんて、そんな、困りますわ。みやびさんは女性ですし、それに私は殿方のようになる必要はないと思うのだが。お、私もそんなつもりはございませんわ。それにしても素敵な殿方のようですわね。あまりこちらを見ないでくれるか。逃げよう。邪魔だ。秘伝忍法。忍び転身。できる。秘伝忍法。何の公式。なんだ、イカルガの目が怖かったぞ。肩慣らしにはなったな。当然の評価だ。力が増したか。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。私の友達がみやびちんのこと超好きなの。紹介してって言われたから、この後開けといてくれない？紹介って、そいつが自分できたらいいだろう。もうみやびちんは分かってないな。進め。直接来れないのが乙女心だよ。
き鎮魂の夢に沈むね。いざ火炎の魂に舞い散れ。私も乙女なのだが。何言ってるの、超イケメンじゃん。本当の乙女はイケメンには話しかけられないんだよ。そうなのか。そうと決まれば早速作戦会議しよう。時間決めたら連絡するから。 おい誰もいいとは言っていない。あいつマジ喜ぶわ。これ一気に告白までさせようかな。私も乙女だと言っているだろうが。秘伝忍法。忍び転身。なぜ誰も分かってくれない。肩慣らしにはなったな。この程度か。修行の成果。悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。ミヤビ、聞いてくれ。僕は今ちょうどよかった。私は女に見られていないのかもしれない。くそ。誇りを舞い掲げよう。最終戦勝負。どうしたんだ急に。さっきシキに友達を紹介したいと言われて断ったのだが、強引にセッティングされそうなんだ。なんだと。それは俗に言う合コンだが、私には直接声をかけられない。その気持ちがわからない。このままで女にはなれない。ミヤビ、それはシキの罠だ。言っちゃダメだ。そいつに会ってなぜ声をかけないのか聞いてくる。絶対ダメだ。ミヤビはミヤビのままでいいんだ。僕が目を覚まさせてあげるよ。かかった。そのやあ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 そのこっちだ。やるな。僕についてこれるか。秘伝忍法。見るがいい。善悪の決着。クラスの男子、少年漫画の主人公、殿方イケメン。どうしたら女と思われるんだ。
肩慣らしにはなったな。男子みたいでいいじゃないか。少年漫画の主人公大好物だよ。殿方でイケメンなんて鼻血もんさ。とにかく僕はそんなみやびが好きだ。男っぽいみやびが大好きなんだ。私は男じゃない。なんだなんだ、どうしたんだ。カツラギ、話を聞いてくれ。そんなの解決は簡単だ。あんたが女の子っぽい格好をすればいいのさ。試しにあたいの服でも着てみるか。今ちょうどバーゲンで買ってきたんだ。で、ここで着替えるのか。忍び転身の要領で早着替えしちゃえばいいんだよ。ねえ、仕方ない。忍び転身。その姿も素晴らしすぎる。大好きだ。飛ばすぞ。この程度か。経験は裏切らないな。新たな技を編み出したぞ。2 down, 3 to go. My brother's playing Beatmania in the background, so he's being really noisy. So I've just been muted. Sorry. おかえりなさい。おかえり。おかえり。おかえりなさーい。私にまつわる物語だ。僕の速度についてこれるか。いってらっしゃい。やあみやび、僕だ、イムだよ。どうだい、今日の僕は君のためにおしゃれをしたんだ。
Well, the Yuri meter's going up at this part of the game.私に何かついていますか。ユミは身のこなしが女性らしいよな。そうでしょうか。普段もそうだし、戦っている時もこう踊っているようにしなやかな動きだ。沈みましょう。いざ火炎の魂に舞い散れ。意識したことはありませんが、日本舞踊をやっていたのでそのせいかもしれません。日本舞踊か。こうか。その滑稽な動きは何ですか。今笑ったな。いいえ、笑っていません。バカにして。でも僕はここで諦めるわけにはいかない。僕と雅の幸せのために。忍び転身。秘伝忍法。一緒に踊るんだ。僕の全ては雅のために。認めてもらう方が嬉しいな。過去の力なんかなくても。悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。しなやかな動きはなかなか難しいな。あ、任務。なんだそのくねくねした動きは。父揉んでほしいのか。違う。なんでそうなるんだ。
Okay, so this is kind of off topic, but the other day at work, I was introduced a new app for the phone. It sounds silly. Okay, so this is what the app is. It's an alarm app. Okay, if you guys heard of this, it's an alarm app, but it's not just any alarm app. It's an alarm app where you can be an alarm for someone else who has the app, or vice versa. Someone will be an alarm for you. So basically, it's like Omegle, but alarm based. You used that before? That sounds scary. It was actually really popular in Russia before it came here. It's starting to go up in America now, apparently. Just some random anime guy is gonna start saying Oni-chan to like everyone on his alarm clock. I think it'd be pretty cool. I asked if you could like make a group, so that way only people you know can be your alarm clock, but apparently I don't think it has that. My coworker said he's planning to sing people death metal as the alarm clock. よし。教えてやるから。揉ませろよ。は?まずは知らないと教えられないだろ?それとも自分で揉むか?自分ではおかしいだろ。だが、恥ずかしさに負けている場合ではない。僕と雅の幸せのために。覚悟を決めたか。 See, you didn't. You're already ready for that app. Time to go download it. Oops, that's the wrong move. What a whiff. I think my brother stopped playing Beatmania. I'm free! Oh wait. Nope. I still hear him. Dang it. また強くなったみたいだ。新しい技をひらめいた。So the cooking game comes out on November 11th, which is, let's check the dates here. It's about a little over 1 week from now. We gotta beat this game and the DLC before that, because the data carries over. So it'll be nice to have all this ready. これを可愛いと呼ぶのか?
ヒバリは可愛くないよ。ヤギュウちゃんは強いヒバリは可愛いって言ってくれたけど。じゃあその強いヒバリを倒せば可愛さが手に入るのか。負けるわけにはいかない。僕とミヤビの幸せのために。えっ、やこの全部こっちだ。やるな、やるな。左の決着。ヒバリを泣かせてしまったが、これで可愛くなったのか。ヘビジャの誇りを取り戻すまで。Yeah, in these posts, not really posts, it's like the extra stages you can do, they're really low difficulty. Everything dies really fast. You're mainly just here for the silly story and CG. イム、悪の誇りを舞い掲げよう。任務開始。シキ、ちょうどいいところに。急に頬を引っ張るな。もうイムチンってばいっつも表情が硬いよ。カッチカチなんですけど。痛い話。硬くてもいいじゃないか。硬いのも好きなんだけど、もっと柔らかいのもいいと思うんだよね。なんつうか女らしい感じ。シキ、鎮魂の夢に沈むね。いざ火炎の魂に舞い散れ。どうすれば女らしく柔らかい表情になれるんだ。わかんないけど、とりあえず変顔してほぐしなよ。ほら、こんなのとか。なんだそのひどい顔は。はい、やって。柔らかくしたいんでしょ。たく、本当はやりたくないが、それが女らしさにつながるなら。忍び。たく、本当はやりたくないが、それが女らしさにつながるなら。僕とウェルの幸せだぜ。ヘビジャの誇りを取り戻すまで。まあまあだな。過去の力なんかなくても新しい技をひらめいた。
Yeah, that's what I was doing before. But even that is overkill. I think level 1 super is enough right now. I just saw myself dying, I was like, I'm just gonna stand here till I can do it.野球、前下。最終戦、勝負。こっちだって、みやびに嫌われるかもしれない一大事なんだ。負けてたまるか。お互い、大事な人のために戦っているということか。お前とは、別な形で会いたかったな。立場は違え、志は同じ。多少の情けはかけた。 もしお前が勝ったら、望みを一つ聞いてやる。そうだな、僕を可愛くしてもらおうか。分かった。だが俺が勝ったら、ひばりの前で地面がえぐれるほど土下座して謝ってもらう。僕は可愛くなる。どんな手段を使っても僕と雅の幸せのために。 I should have just went frantic. これで、みやびに生まれ変わった僕を見てもらえる。僕のすべてはみやびのために。 So I actually watched anime last night. Oh no. わかった. I didn't know そこまで言うのなら、俺が可愛くしてやろう。 あ、頼む。 しかし、かなり可愛くなってしまうが。 あ、可愛くなるためなら、
命を捨てる覚悟はできている。その息や、よし。秘伝忍法、生かした麗しの君。よし、これでお前は可愛くなった。あとは健闘を祈る。秘伝忍法、生かした麗しの君か。どれだけの術か。これは。Oh my god, this is so dumb. So there's two CGs of Emu just having a nosebleed. Nice. Toba させてもらう。また強くなったみたいだ。新しい技をひらめいた。おかえり。おかえりなさい。おかえりなさい。真の蛇女子選抜メンバーの物語だ。僕の物語だ。それじゃ行ってくるわ。行ってらっしゃい。
いや、あいつらには想像できないか。でかい胸の女はムカつく。見てなされ、貧乳の恨みの恐ろしさを胸に刻み込んでやる。両備、悪の誇りを舞い掲げるわ。任務開始。クソ、誰かターゲット。あの細い路地から人影が。眩しい。しかし細いから路地とか動きやすい。影、舞神汁。いざ、火炎の魂に舞い散れ。細いから路地とか動きやすいけど、あの父は何。スレンダーでどこにでもスルッと入るくせに爆風とかどういうこと。なんや、いきなり何怒ってるん。この気持ちは誰にもわからないわ。確かにわからんけど、むしろ路地では邪魔になってしまうから大きさ変えられる方が都合ええと思うで。それでフォローしてるつもり。これだからでかい父の女はムカつくのよ。装備のリロードはレボリューションなのよ。あんたがわしの相手か。秘伝忍法バッテッかまへん。決着。くしゃあないか。その無駄にでかい父にこの恨みを刻み込みなさい。両備にかなうやつなんていない。両備、悪の誇りを舞い掲げるわ。任務開始。はあ、まだ気が済まないわ。あ、両備、着替え中。たまには洋服もいいですが、やっぱりいつもの和服が落ち着きます。そういえば和服って巨乳には似合わないって聞いたことがあるけど、ガセだったのね。まだまだ甘い。これはどう。これはどう。汚い。
ひよひよ。貧困の夢に沈めましょう。いざ火炎の魂に舞い散る。着替えを見させてもらったわ。巨乳のくせに和服が似合うなんてどういうこと。着替えを見ていたんですか。そうよ、人の気も知らないで。私は和服が似合うと思っていません。もう少し胸が小さければ前をきちんと締められるのですが。そうやって慰めているつもり。じゃあお望み通り、そのでかい乳をえぐってやるわ。秘伝忍法切り去りなさい。技あり。秘伝忍法。今度着物を着てみようかしら。料理にかなうやつなんていない。Oh, where'd the FPS go? I guess at least this game is self-aware.するたびにブル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 。無駄で嫌味な動きが多すぎるのよ。パンチの威力を増すために上半身全体を使うのは当然です。そう、じゃあ上半身を使ってももう二度と揺れないようカチコチにしてやるわ。今まで何をやったの。秘伝忍法